진매법백행 신모뱀법백 역서다시 열자. 그러니까 이제 노멘덴지야 그로 진매법백행 신모뱀법교 대소사례때 이르러라 그런 말인데, 근데 이만한에 넣어서 그런데 신내 복게 되는 거 하나씩 날짜에 왔다고. 저는 어떤 거로 신과 뱀복해는 하나씩. 그거는 혼이 유 신내 신복. 오늘 막 호로 마요, 호로 사도로 때 이런 때. 내 몸에 너무 이만한에 여운데 ところでも 分かるように 我々が普通に使っている 迷い 悟りっていうのとちょっと話が違う感じがするでしょ。で例えばね、その、あれですね、私は今まで大事にずっと生活してきたんですかね。 この最近になって新しい女ができ、こうして今その祭司と新しい女とに挟まれて、そして王に迷っています。そんなのはこれはまあ文句の迷いでしかなくてですね、今ここにいる心迷えば滑稽に転ぜられるっていうね、そういうのとちょっと違うね。それからまた、あの 最近私は、印鑑証明を得て、逮捕したもんだから、この頃は公園に、公園のお得意先がね、たくさんできて、大いに駆けずり回って忙しいんです。そういう悟りと、今言う真の天目家っていうのとちょっと違うね。これはまあ、公園に、の得意先がたくさんあって、確実に回ってるから、これは商売なんでした。それに対して今、信号天国家っていうのはそういう意味の信号じゃない。その点ね、その、どうもね、普通に言う名語と、ここに言う神明信号と、次元が違う。 で、その点ね、今まで私、ここでお話してるのも、そういう次元の違いの話を、話してきてるわけですがね、ここでまあ、はっきりまとめて言いますとね、一口に言えば価値観が違う。価値観が違うんですね。要するに、ご本尊様が違う。大切なのはご本尊様。普通のね、その、 我々一体何に価値を何をご本尊様にして生活しているかってまず考えておかないといけない。そうするとそれこそ大概の人は祭司大事っていうんで、それだけで祭司をご本尊様にしてる。したがってこの自分の生活だけがご本尊様。そうなってくると金だけがご本尊様。あるいはその 世間的、地位が高ければ収入も多いからね。そうすると、なんとかいい地位にせり上がろうって、それがご本尊さん。そういうことだけがご本尊さんで来てるわけですね。これはね、今この、法華経の話、あるいは今の、 六祖大師の話、それから道元禅師の話とかね、そういうね、そういう次元じゃないんだ大体が。どういう次元かっていうと、十方仏土中っていう、そういう次元だ。この十方仏土中っていう一番初めに出てきましたね、これ一番初っ端の、この 文章の始めに、十方仏土中は法華の余裕もない。この
本文の始めに出てくる。この十方仏道場がもう、初っ端から、この次元が違う。で、結局、価値と、ご本尊さんが違うから、この十方仏道場じゃ、仏さんが最高価値なんだからね。仏さんっていうとまた他人のこと考えるから、いつも私は言い換えなきゃならない。結局は 自己のね、本当の生命の実物がこれご本尊さん、それが仏で、このいや、この法華天目家だけに限らない、この正法言尊の話はどの巻もそうだ。この十方仏土中だから、仏さんがご本尊さん、こういう価値観の上に立った話だから、それだからね、正法言尊の話は難しい。それでしかしながら、その辺ね、あれですね、仏法をその最高価値として、仏法ご本尊様という、そういう観点から、この正法言尊を見ていると、正法言尊は何か当たり前の話が書いてある。しかも当たり前の話が書いてあって、より深くね、そういう生命の実物へ深まるってね、そういう方で導いていってくれるから、この正法言尊という本がありがたい本になるんだ。決してこの正法言尊っていう特別のね、ことは書いてあるんです。当たり前のことは書いてある、どこまでも。しかし、その当たり前のことがだんだん深い話になっていくっていうところに、本当の意味のありがたいところがあるんですね。まあ、そこのところが、その普通に使う名語の話と、ここに言う神名神語の話と違うってことを、まずよく知って、分かってください。ところで、どうしてね、そういうふうに価値観が変わっちゃったのか。普通の価値観とね、この仏法の価値観とどうしてそう変わるのか、ね。普通の人は自分っていうのをね、これを一切の、この一切からね、自分だけをこう区切り取って、そしてこの俺っていうのだけ区切り取って、そして一切を向こう側を置いて見るでしょ。だから、まあ一切に対して観察者だ、あるいはそれを追求する対象としてこう見るわけですね。それでそれに対して、そのだからこう自分だけ区切りにとってみればね、そうすると俺が面白い目をして生きるんですよね。あなた何のために生きてるんですか。幸福のためって、幸福っていうのが毎度言うけれど、幼稚な言葉だね。その幼稚な言葉を、この幼稚と思わないで、幸福のために生きてますってね、最初の幸福のために、そういうことを普通で言っている今の人間がいかに幼稚であるかって、これだけはよく分かんなきゃならない。ところが今20世紀の今の時代でみんな幼稚すぎるって、そこから。で、自分だけがなんとかいい目をして生きよう、こういうことね。それでそういう今度価値観になる。今言ったように変える、あるいは地位というか価値を持っているわけですね。それに対して仏法としては、どこまでもね、そういうこう俺と向こうと分かれる以前の話、概念以前、概念的にこう分離する以前だね。生きる世界と私とって分かれる以前の話で、これは毎度言うけれど、私は
この私が生命体験するからこの世界がある。で、世界は私が体験するところ、生命体験するところに世界はある。それで結局の話だから、こっちが私っていうのは自身、それから向こうを万法とすれば自身と万法と、自身と万法と混ざれる以前なんですね。それで結局どういうことかというと、一心一体法、一体法一心、これは即心是仏の中に出てきましたね。この結局この一心一体法、一体法一心、これが生命の実物だ。私の一心があらゆる存在を生命体験するところに私は生きている。だからあらゆるものは私に生命体験されるところにある。だから全くその生命の実物っていうものから言ったら全く一つ。それで仏法の話は初めからね、そういう生命の実物地盤の話で、そういう教会になりたいんですから、またそういうふうに向こう側のこと言っちゃったんですから、それから話は分かんない。何でも彼でもそういう生命の実物地盤に生きているんです。生命の実物地盤、それが十方仏道場。どっちへどう転んでも、思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶しても、悟っても迷っても、そういう生命の実物を生きてるんだっていう、その実物を見るところから始まるわけですね。で、決してだから修行してぼつぼつそれになるというんじゃない、初めからそう。で、ただそのように深まっていくっていう話ですね。で、しかしながら我々ね、実際としてこの人間的こう頭を持っているんですね。この人間的頭を持っている限り、このいつもこの頭でもってその生きる限り一歳分の一だとかね、これも毎度言う、毎度言うけれどね、毎度わからないから、一歳分の一ですね。一歳分の一の人間として生きている限り、どうしてもこれいつでもあれかこれかってね、こう思い迷い選択しながら、それが神明だ。思い迷い、そして選択しながら言って、選択しながら生きてるんでしょ。で、この選択しながら生きてる、その選択の仕方がさ、いつでも向こう側で俺この1歳分の1っていうのをご本尊さんにして、そしてそれによってこう選択するから、それで話し合っちゃう。そうじゃない、1歳分の1っていう限りね、その絶対的にこの1歳分の1歳っていう、これが十方仏土中だから、これ十方仏土中だから、だから一歳分の一歳という、この生命の実物にこういつでも向かってなくて、で、この、一歳分の一歳がまた一歳分の一を引っ張ってんだもんね。事実よく
これは我々あんまりわわわわ騒ぎすぎてるから全然わかんないけど、まあゆっくり寝てゆっくりだねして、それでゆっくり安心に落ち着いてみたら、本当は一歳分の一歳に引っ張られてるんです。でね、その一歳分の一歳に引っ張られてるっていうのが神明法華経が法華に転ぜられて生命の実物に引っ張られて、これが陰天だね。だからね、このテキストの141のここ見てください、141ページの上の段の2行目に、いわゆる法華経というは神明なり、神明はすなわち法華経なり、しかあればすなわち神明は法華に転ぜられるない書いてあるね。それから中ほどのところも飛んで、しかあれば神明を恨むることなかれて、まあ神明つって迷ってんだから情けないと思わなくていいんだ、本当どうせ一歳分の一の頭を持って生きてる限りあれかこれかってね選択しながら生きるのは当たり前なんだ。神明を恨むことなかれ、何時ら諸行、これ菩薩道だよ。俺そういう一歳分の一の頭を持った凡夫が、あれかこれかって言ってその選択しながら一歳分の一歳をその選んで、一歳分の一としてはあれかこれかっていつも思うんだね。その頭を持って一歳分の一歳を選ぶ、これが法華に転ぜられてるわけだ。これ菩薩道、これは諸悪末多の末期ではこれをその諸悪末世修善奉行自情を覚えてるでしょ、自らその意を起用する、これ善だ悪だって言って外側に持ってっちゃいけない、ただ一歳分の一歳に向かうんですね。だから諸悪作られず成り行くところに修行力にたちまちに現状、その量は臨時臨海臨時臨房を持って量とするないとあったでしょ。結局臨時臨海臨時臨房と一切分の一切にただ向かう、それが事情を覚えた。で、しかあれば神明を恨むることなく何時ら諸行、これ菩薩道なり、菩薩道、そして本行菩薩道の部門を処物なり、開示五入みな各格の法華経なり、結局ね、そういうふうに深まっていくのが開示五入、この仏師知見、仏の知見を開きし弟子悟りへ入っていく、そういうのが開示五入の話で、まあこれはまあ今までの神明法華経の話一応まとめて話したわけです。夫大変な人ね、そんなに次元の高い話じゃなくてですね、そんな次元の話は私には不必要だ、そうじゃなくってなんとかその我々の低い迷いをどうするかってね、そういう話聞かせてくださいっていうのは人が多いんじゃないかって言ったら、みんなそうなんじゃないかと思うんだね。しかしね、この我欲や例えば自分の我欲やね、妻子やあるいは金や地位やってそういうのをご本尊さんにして生きてる限りね、これはもうどうせ因果できねえんです。これはねしょうがない、それなりの苦しみを受けることはない。それはもうこれも毎度言うね、この
ここを収めて生きているんですって言ってね、言う限りだね、その幸福とは何だ、やっぱり金と健康だ、その金と健康を幸福として、それをいいものと思って生きている限り、今度は死んでいくって、これはどうしたって死ぬのはしょうがないもんね。死んでいくっていう時は金も幸福も、あるいは妻子、人望、助けるないしだこれ結局妻子も何もみんな置いて死んでいかなくちゃならない。もっと死ぬっていうことが今まで生きて面白い命することだけに価値を置いてんだからね。その価値観が今度裏側になって、死ぬっていうことは全くこう奈落の底へ落っこってるっていう、そういう思いしなきゃならないの当然だもん。これが因果できねえんだ、これはどうしたってね避けられない。で師匠にもあるじゃない、因果できねえとして私なし、凶悪のものは落ち、修善のものは残る、棒にもたがわざるないって書いてあるね。これは本当だ、これどうしようもしょうがない。じゃあね、今の我々はみんな助かるとこはないのか、まあ仏さんとしてはそういうその凡夫の前は勝手にしろっていうのか、そうじゃないね。それで師匠にも仏と哀れみのあまり交代の疑問を開きおけって言ってねいう話が出てくる。それはどういうの、結局ね、宗教としての仏教として価値観を入れ替えるってことだけです。結局本当の生命の実物を見て、で価値観を入れ替える、要するにご本尊さんを入れ替える。それで本当にね、金や財産や生活やそんなものをご本尊さんにしている限りどうしようもないけれど、それを入れ替えて本当の自己の生命の実物っていうのにその変える、これを機能でしょ、機能っていうのは変える、命に変える、またなむとも言うんだ、あるいは脳もとも言うんだ、本殿に中へっていう字書いて脳、これまあ南を同じ南なんだけど、それを漢字当てる当て方が違ってた。とにかくそのご本尊様を入れ替えて生命の実物をご本尊さんにする、今度そのまままちまちね漢字ら修行、これ菩薩道、こういうことに変わっちゃうパッと。それでその恩なし迷いがパッと変わる。そしてこれ神明法華天に、神明法を迷っても法華に転出られたという話に変わっちゃう。だから例えばね、失敗だとかつまずきだとか悩みだとか苦しみだとかって それはそのまんま、しかしながらそのこれを何か何とか俺がうまいことしようっていうんであれから言ったらただ苦しいだけ。ところが生命の実物っていう地盤からこう見直すと同じ悩みがね、今度は人生のこう深める話に変わっちゃうのか、パッと変わっちゃう、色が変わっちゃう。それでこれはもう人生を 深める話の一コマとなり、そして十方仏道中になっちゃうね。このところがね、宗教の不思議なところです。
自分の家庭の
で持って仏壇に手合わせて何て言った時ね、これもう世界がひっくり返ってんなってことをよく知って、そういうつもりでその仏壇が変わった、仏壇の前に手合わせて何て一言言った時に、その五本尊さんが変わった、価値観が変わった、だから世界がひっくり返った。同じ悩みも生活に追われての悩みじゃなくて、自己の生命を深めていく、その、法華に牽ぜられてる話なんだ、こういうことがね。それで、そういうところをね、これだけの話で簡単じゃない。<笑>こんな簡単な話をね、今までの仏教の坊主がしていないから、みんな分かんないけど。あれ、坊主の怠慢だね。だから、厚く三宝を敬えって、仏法僧の三宝を敬えって、今の人は抵抗感じるの、仏と法は尊敬してもいいけど、そうだけはどうもと思うじゃん。これはそうだよ。これ、そうだよ、全く、ボケてるじゃん。本当にそうらしいね。この、本当に仏法を説いているんだ。 これもそう、まあ、本当に尊敬されなくちゃなんないんだと。いや、その点、今の話はね、決して煩悩を片付け、そして、という話じゃないんですよ。誰も彼も十方仏の中にある。だから、その、この自己の生命の実物を生きてる。だから、この生命の実物を拝む、こういう、その、そっちへ深まるんですね。 それだけの話。この煩悩を片付けて、だってこれは最後までね、最後の最後の死ぬまでね、色気はなくならないと思うよ。私も70で、もう何もなくならないよなもんだけど、なくならないとこはなかなか頼もしいところもある。<笑><笑>それで、これ全部なくなっちゃうちょっと面白くない。 今我々がいろいろ働いてる仕事してますね。これは何のため、生活のためっていうんだろう。これ間違いない。しかしながらここで長期いればだ。そうするとこれ、この生活に追われてるっていうだけに変わる。 ただ生活に追われて働いてるっていう意味しかないですね。ところがこれのその生活は何のためっていうと、その自己の生命の実物、仏法っていうこの仏さんっていうね、どっちどう転んでも自己の生命の実物を生きてんだって、ここのところ、 そのために生活してる、そのために働くんだっていうと、根本のその狙いはこれなんだ。そうすると、ここじゃあこれ、同じ仕事に追われてるっていうだけじゃなくて、ここじゃあね、生命の実物を遊歩しゃばせかい遊んでんだ。スポーツ<笑>結局 いろんな苦しみがあっても、これもスポーツと思ってる。これそれで持ってる。光の当て方で持って、パッと全部が色が変わっちゃう。だからね、あれですね、正法眼道の
新人学童の巻に、あの、これは私が、あの、安泰にいて、この、宅発でもって貧乏生活で、あの、その日その日追われている頃、この聖武元蔵の文章を見て、ありがたいと思ったんだね。でも、忘れられないけど、これ、聖武元蔵新人学童の巻にね、鮭出家せる風流、たとえ少年なりとも娼婦に混同することなかれ、格形たとえ教頭とも伝子に一斉なるにあらずということ。俺ね、先月も風流の話でしたけど、俺一旦このシャバ世界の生活に追われてるっていう、そういう価値観じゃなくて、自己の生命の実物にその中心するっていうね、そういう価値観、ご本尊さんが仏さん、鮭出家せる風流っていうのは、家を捨て、家を出た、その、そういう風流な人。たとえ少年ないと思ってもね、これまあ、少年ってどういうことかっていう辞書を引いたら、あれですね、少年ってこう、こういう字ですよね。これ これね、少年っていうのをね、寂しいっていう意味と忙しいっていう両方の意味があるのね、全く反対のようだけどね、どっちの意味にも、まあそういえばとか、その、たとえ少年なりとも娼婦に混同することなかれて、娼婦ってのは、木こりさんだね。娼婦、異変に焦るっていう、はい、娼婦、木こりさんっていうのは山の中でもって仕事してんだから、これは寂しいってや寂しいしかしながら忙しいってや忙しい、両方意味ある。あれね、我々性能をこうして生きているというのに、寂しい生活ということもあるでしょう。あるいは寂しいけれど忙しくてしょうがない。しかしながら普通の意味の、もう一旦鮭出家している限り、そういう風流人として生きている限り、それは普通の気候にいるとはわけが違うんだ。それから、格形たどり教頭すともって、格形というのは暮らしですね。それが教頭すともって、頭を、神戸を競うっていう、面白いですね。いかにも、今の人間、生存生活に共闘してるんですから。教頭すとも、伝子に一斉なる。伝子っていうのはこういうことね。要するに、この商人や何かとは訳が違う。この一旦ね、いやだから私もそのずっと貧乏生活に追われて、宅発だ、畑仕事だなんて、で悟りだして追われていったわけです。しかしだからこの文章を見て、全くね、こう生活が違うんだなっていう、生活の意味が違う。それから聖武元蔵補助大臣の中にはね、こういう文章もある、ね、この心我にあらず、他にあらず、来たるにあらずといえども、この発心よりのち大地を越すれば皆黄金となり、大海をかけばたちまち甘露となる。それよりのち土石、土石写楽を取る、すなわち五大神を伝来するなり、水末法縁を参ずる、写宿五大神を参来するなり、そうか。結局ね、この一旦発信して、価値観がガラッと変わって、自己の生命の実物っていうのをね、そっちへ深まる、そう。生き方とね、この態度が変わっただけでもって、
いわゆる
복귀로 와래라오 덴드르 치카라 무진스를 토끼니 카엘리테 밀카라오 덴드르 무덴키오 멘조 스르나이트 다음에 その 悟るって言って別に遠くへとの悟ったってんじゃないんだとにかくその価値観をその仏さんっていうね日本の生命の実物ってそこに決めておいてそこでもそれを拝みつつ今こういう行事の尊重や真を見持ってそれで 神明っていうのね極めあの念山さんの中には神明を極めてみれば神明なるものなしって書いてあるね俺は本当に神明って言ったら極めて見たらなるどうせどっちどころんでも実法仏の中なんだ神明っていうねコロッとしたもんがあるはずはないそれで 天ずる力、偶人するとき、だから、その偶人もあるでしょ。そうすると、帰りて、自らを天ずる如是力を現状するんだけど、これ如是力っていうのは、これ今事実やるってこと。この現状は天仏権だ。だから如是力の現状っていうのはね、これは、早い話が行、行ずる、事実やる。 従来の天今もさらにやむことなしといえども、おのずから帰りて、北京を転ずるない。じゃあ、心っていうのはね、目と語って二つあるわけじゃない。迷っても悟っても、別に、その、入れ替わるもんもない。事実やるっていう意味がいい。 そうすると、これはだから、合格不合格の話じゃない。ないね。だから、迷いを捨てて、悟ったよしって言われるって、そういう合格不合格の話じゃないもん。どっちへどうもんでも自己の生命の実物生きてるのは間違いない。これをいかに深くやるかっていうね、その深さの話なんだから。 合格不合格の話だ。だから、のじ、いまだ終わらざれども、馬に到来するない。馬に到来すべし。ロマがまだ、向こう行かないのに、もう馬がやってきたっていうことなんだ。これ、神明がまだ終わらない。 それなのにもう信号がやってきた今事実あれかこれかって言ってね迷ってるそれでしかしその生命の実物に向かって深まる行をやるっていうことをねそれがもう信号なんだね神明と信号と神明が終わらないうちに信号がやってきた出現をしの唯一大事因縁なり ここに出現した。それが一番大事な因縁なんだね。例えばね、まあ今日、あれだから、土曜日で、仲間と飲みに行こうか。しかし今日、総選挙に行って、まあ残念しようか。これ、神明だ。それで、しかしまあ、やっぱり生命の実物の話にも聞かなきゃ、やってくる。 これ生命の実物に終わってやる。まあ、こういう来たとするね。これはもう、あれなんだね。酒飲みに行くか、座禅しに行くか。座禅しながら、俺酒飲みに行きたかったんだけど、来たってもう今、座禅して。 ここに、地球旋回の出産式、仏の大正本ないと言えたもんだけどね、この、力湧き出てくる、その菩薩たち。これだってね、本当は、その、どっち、
行こうかなと思いながら、俺お釈迦様の前に出てきちゃってんじゃないかな。地有旋回の主、久しきほっけの大小尊なりといえども、自らに転ぜられて自由、他に転ぜられて自由、自由の身を転ぼっけすべからず、国有をも転ぼっけすべし、地空の身にあらず、ほっけ有とも分岐すべしとね。これはね、十字輸出本という、の、法華経の、第十五。その話をとって、この、ここから今のところ、この、十字輸出本の話がね、あれするんですよ、その、法華経の本文を一応ちょっと知っておいてもらわないと話にならない。こういうことなんですね。その時に、まあ、いろんな国々からやってきたね、亡我者の8倍もしたほどの菩薩たちがね、これ、よその他の、まあね、お釈迦さんの時代、このシャバ、あの南縁部隊のね、この国とは違って、向こうの、もう宇宙の全く別世界のところにもたくさん、あの国があるんですね。そこにはそこの仏さんがいるわけ。これでその他方の国々から来たあの菩薩たちがね、この仏さんが法華経を説かれた。それでそれを聞きに来た。そして世尊よ世尊の去られた後、私たちはこのシャバ世界において、勤め励んでこの経を保ち広く説くことでありましょうと、こう申し上げたんだ。要するにこのシャバ世界のお釈迦さんが法華経を説かれた、よその国から来た菩薩たちがね、このシャバ世界はまだお釈迦さんだけしかいないもん、私たちが代わってこの法華経を護持 しましょうと、こう申し上げたんです。そうしたらお釈迦さんが言うのにね、世尊がね、闇ねって、ね、その必要はない。我がシャバ世界には亡我者のガンジス川のね、あの川の砂の数の6万倍もの菩薩がね、このシャバ世界にいる。そしてその菩薩たちはまたそれに等しいほどの剣道がその弟子たちがいました。そして私がこの世を去った後もこの経を説くであろうと世尊がおっしゃった。そうしたら途端にね、三千大千世界の大地が震い裂け、このシャバ世界の大地が裂けてですね、その中から百千万のこのね、菩薩たちが限りなく眷属と共に湧き入れ、そして他方如来釈迦牟尼世尊に申せた。それが地有の菩薩。そしてね、そういう大地から湧き出たその菩薩たち見てね、びっくりした。それでこれはね、こういう無量無辺の菩薩たちはね、一体どっから来たんでしょうってね、お釈迦さんに尋ねた。そしたら世尊答えてのたま、このボロボロの大菩薩はね、無数号以来ことごとく我が諸家として自分が教えてた、そして大道心を発した人、そしてこれらはだからみんな我が子であるって言ったね。で、そしてこの弟子たちはこのシャバ世界の下方空中にあって、この下方空中ってこの次に、この下方空中っていうのはその次の文章に出てくるでしょ。あるいは下方というすなわち空中ないですね。この格ともくるすなわち天目ってないって書いてある。下方空中ってそこから。
この家宝を空中にあって重視。我、無謀によりこのお方、これらの修行を、死を超決せりつつ、お釈迦さんが生まれた。そしたら、またびっくりしちゃって、世尊この字、格納の時の字は信じがたし、例えば人あって、年は25歳。それで100歳の人を指して、これ、我が、隣と、100歳の人もまた、年少の25歳の人を指して、これ、我が父なりと言わんなこと。この字、信じがたし、ね。これが、これ、25歳の人が100歳の老人を、我がと言って、こう言ってる。そんなバカなことありえない。ちょっと信じられません。こういう話。これが、おおよそ法華の時は必ず不祥に指導ない。この次の文章で。そういうところ、この、十字輸出版の話に、一応この話知っとかないと読めない。で、結局ね、時からそれだけのたくさんの人が湧き出たんだ。このね、湧き出た人は、今も言うように、まあ、あのお釈迦さんのところに行こうか、竹の実に行こうかって考えたんだけど、まあ、やっぱり お釈迦さんのホッケの枝に行こうかって出てきたわけだね。で、自らに転ずられて自由、自分が、これ、自分が自分の生命の実物を深まるところでもって初めてホッケの枝に出てきた。あるいは他に転ずられて自由、お釈迦さんに教えられて自由しています。で、また自由のみを天目家すべから、この天目家って今、これ出てきたっていうね、失言をしますよ。だから行事点なんです。その行は、自由のみを天目家すべから、国空有をも天目家すべから、国空から、骨年として湧き出てきた。これまあ、いわば、雲が湧くように自然に湧き出てきた、ね、あるいは地球の身にあるホッケ湯とも物質生命が生命として出現した、そういう意味。これあれですね、病気の場合でもそうじゃない、お医者さんに勧められて、それでお薬飲んで養生するっていうのは、これはまあ自由みたいなもの、大事かも。それに対して、この自分のこの治癒、この体にある治癒力ですね、これから治るっていうことも、ね、これはまあ国民、それから本来の生命力として治ってくるっていう、これは法華、まあそういうような、でとにかくだから、そういう大地から湧き出てきたというこの出現をしたね、ここに出現したというんです、その行、これはそのどういう人間から出てきたのか、自己の生命を深まる、そこからまた仏道を教えられて出てくる、あるいは生命が生命として出てくる、こういうような意味を持っている。で、おおよそ法華の時は必ず不祥にしろなり、今話したように、法華の時はね、必ずね、父が若く子は老いている、ね、父は25歳、子は100歳それで死の死にあらざるにはあらず、死の死にあらざるにはあらず、まさに死は脳内、死は生内となろう。仏法の話はね、結局ね、不生不滅、自分の生命、この生命の実物っていうのはね、もう不生不滅、生と死と分かれる以前の話だ。生命の実物は生死分離以前が生命の実物です。
つっていうのをまあよく自分でも振り返って考えてごらんさ。俺はどうして生まれてきたのかなっていうね。俺なんとも言えない。生の力が生を生じた、死の力が 死を生じた、生死分離以前の力が我々を生まれさせた。死ぬっていう場合でもそう、これ生死分離以前の力です。我々が息してる、これまあ夜中に私目覚めて、俺の息はどっから来てるのかって一生懸命考える。何これ、やっぱりこれ生死分離以前の力だね。俺の頭じゃ届かない、俺の頭で考えればこそ生と死とこう分別する。あるいは好きだ嫌いだね、でもこれはいい悪いってね、みんな分別するのは私の頭に。ところが本当に動かしている、すべてを動かしている力はね、生死分離以前、あらゆる一切分離以前の力だ。うとうと分かれる以前の